皆さんこんにちは。今日バイオリンの使い方説明頑張ります。最初は持ち方。バイオリンと体90度になってるつもり。バイオリンの弓と弦の90度になってる。そしたら真ん中で右の肘90度になってる。それは一番コントロールやりやすいと一番音はきれいです。弦楽器の多分一番大切二つことはリガートとヴィブラート。その原因でオーケストラは一番多い人数グループは弦楽器です。管楽器はブレストールだとリガートはなくなる。打楽器は音は自然でなくなるからリガートできない。オルガンはリガートできるけどオルガンはヴィブラートできない。だからオールマイティは弦楽器だけ。そしたらそのリガートの問題は弦変わるの間時々はアクセント入ってる。そのアクセントならないためには全部カービングは必要。今クロイツァ13番そのやり方は肘の平面は変わらないで全部つながってるカービングは手首。それはゆっくりテンポでも速いテンポもできます。そしたらこの全部カービングやるだとリガートはできる。今例でバッハ無伴奏サナタのアダージョ、私の手首の使い方見てください。次はヴィブラートのお話。そう、弦楽器の中バイオリンは一番小さい楽器です。だから、手は一番小さい部分使うは必要。一番小さい部分は手首じゃなくて指先。ヴィブラートは始まるは指先で。例えばタイスのメディテーション。今は一般のヴィブラートをやります。綺麗けどベストではない。今指先ヴィブラートだけ使います。そしたら手首は動かない。これはヴィブラートできるけどヴィブラートの量は取らない。だから正しいのやり方は、指先のヴィブラートと手首のヴィブラートは混ぜる。
聞いてください。今両方やります。ビアリン・ニキチンです。じゃあお願いします、はい、今日の曲はチャイコフスキーコンチェルト1楽章お願いします。最初は左手のやり方は新しい弦つながってると左手は下くわすよね。2番1番ね、あなた左と右一緒になると音はちょっと汚くなる。2つ目は右の方は下お願いします。最初はこのコンチェルト始まるだともちろん緊張するね。自然で右肩は上がってる、それはコントロールお願いします。そしたら、音楽の部分だとフレーズはどこかトップは一番盛り上がる。そうです、あとは全部ディミネンドするですか。それはまた地味なんですよね。そしたらあまりつまらないと思います。だからトップはないです。ずっとつながってるね。そのディミネンドしなくても最後までフレーズやってください。それは私のアドバイス。そしたらお客さんは最初から最後までは聞くね。このいいですけど、あなたテーマは G 線使う、はい、そしたら G 線の特別の音は必要と思いますね。そう、その最後は G 線比べるとはっきりでメインテーマね。この深いの音お願いします。そしたら少しずつはビブラートは変更を欲しい、ね、一般のビブラートじゃなくてもっと話っぽいのビブラートね。そのために指先はもう使ってくださいね。このここからくないでテンションあるビブラートです。
線は、これはちょっとあの G 線と同じビブラートだめね。これはア線だからもっと狭い。弦ぶつける。腰は手首。最初は弦触ってると、音のクリアになってるね。この。手首ね、弦から。そうです。遊んでください。もうちょっと短く。あなたのことを見るね。そしたら自然で体はきつくなると右の肩は上がってるね。だから弾くの前は右の肩コントロールして一番下で
落ちて、その後はこの、ね、考えるはリャの音をしたね、 C シャープリャ、最後のリアだけ。じゃあ練習しては左手取ってこの感じてください。取って、いや最初音出さない、間違うは構いません。そうです、そうそう、そういうこと。もう一回、あなたまだ習ってる、ならな、音変わらない、最初も違う、そのままで、はい、そうです。じゃあやってみて、もう一回、もう一回、最初この難しいのリアは考えて、当日じゃなくて最初弾くの間はもう感じて、そのリアね、私何も言ってない、はい、そう、絶対は硬くなる、だから力は入ってない、その間ね、このユミの62グラムの重さだけ使ってくださいと、右の肘の重さ押さないでください。そこまでは大丈夫です。このビブラートは狭く、そうそうそう、そうです、そう、綺麗音できる、うん、とてもいいと思います。ちょっともっと狭くやり方正しいけど、ちょっと広すぎ。そうです。じゃあ次。8ポジションの左の肘を下くして、そしたら間違いない、そうです、そう、じゃあ、ここは
何ポジションですか？あの弾くの前は全部どこに行くははっきりで分かってるほしい。じゃあ答えは9。そうです。そう、そしたら9のポジションの左の同じように肘は支度してください。ビブラートは全部ハノンの、これは一番大切、開放弦じゃなくてこっち、軽い弓ね、この一線は重い弓は必要はありません、はい、そうです。ビデオためにレッスンは少し普通のやり方じゃなくて、でもチェイコフスキーのスタイルとチェイコフスキーの、技術のやり方を教えたつもりだった、はい、そういうことで今日レッスン終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。